ニコラス・ハーサニーは、オーストリア・ハンガリー帝国出身の指揮者。オーストリア・ハンガリー帝国領ブダペストに、ミクローシュ・ハルジャーニーとして生まれる。ブダペスト音楽院に学び、1938年に、交換研究員として、アメリカのプリンストン大学に就職し、そのまま、アメリカ市民権を獲得した。また、第二次世界大戦中は、アメリカ陸軍で、兵役もこなしている。 戦後はフェリロートの主催する弦楽四重奏談のビオラ奏者として活動する傍らでトレントン公共楽団やインターロッケン、芸術アカデミーのオーケストラ等を指揮し1970年にはノースカロライナスクール・オブ・ザ・アーツ大学の音楽学部長になった1979年にタラハシーに移住し1981年からタラハシー公共楽団を結成して 主席指揮者を務めた。タラハシーにて、心臓発作のために亡くなった。ディスコグハット、フェキート、マーティン、プロミネントハンガリアンズ、ホームアブロード、セプシー・ソンブル・リテラリーサークル、P179、ISBN 978から090356504に、ハンガリー語圏の監修に従えば、ハルシャーニー・ミクロウとなる。ありがとうございます。